どうもこんにちは、フィヌさんです。ウイニングパソナイ2020やっていきます。よろしくお願いします。まあ多少目標を見失っているところではあるんですが、まあ一等星とかコードとか、まあとりあえず何でも調教師任せなんだけど、海外で活躍してくれたら嬉しいかなっていう感じ。あとは未勝利重賞をちょこちょこ取っていってっていうところかな。まあ一応ね、全部の自走方針、海外行ってもいいよっていう自走方針を全馬につけましたんで、まあ海外の見たことない、そうね、重賞勝ってくれればいいかな。まああとは優勝カップとか賞状とかはおいおい、春小馬三冠が少し厳しいかな。そうか、一等星はとりあえず春小馬三冠目指してもいいのか。秋小馬の方が取れそうな雰囲気はあるけど、この子孫系はもうだいぶ先でしょ。やっぱそうなると次狙うのがもうグローバルスプリントチャレンジかアジアマイルチャレンジ。まあそんなところだよね。そうだね、ちょっと目的は見失ってますが進めていきます。はい、 PN コードがフューチュリティステークスに出走します。アジアマイルチャレンジに挑戦させようと思いまして、ローテを組んでます。まあ症状が完全制覇なので、まあ4戦やって、まあ、全部勝たないといけないからね、なんとか1戦目取ってほしいですが。最終コーナー大丈夫だな、これは大丈夫でしょう。2番手はフローダッパー、ピーレンヌコード、直線短い、ピーレンヌコード、1着、2着はウェザーワシス。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ピーレンヌコード、まさしく日本が世界に誇れる馬です。よし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 、 OK。 ふう、よかった、一瞬で終わったけど勝ちました。はい、そして高知、黒船賞ですね。高知での観戦初めてか。ってことはまだ未だに出走してなかったんだね。高知競馬場は四国唯一の競馬場であり、通年ナイター開催が行われています。行われています。よさこいナイターという愛称は高知らしいネーミングだと思いませんか。確かに一発逆転ファイナルレースにモーニング展望、中央競馬の騎手によるイベントなど名物企画が多いのも高知競馬の魅力でしょう。私はここに来ると必ずアイスクリーンを食べています。アイスクリーン、そういうのもあんだな。なんかこういうの聞くといいよな。アミューズどうにか差しだろ。一応先行にしてこれはフルで見ましょう。相手9頭しかいないわけだから取っておきたい。こちら高知競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い、競馬場の形は園田と一緒ですね。続いていくのがアンサンブルライフ、内からはポッドガイ、好位置をキープしています。 BN アミューズ、緑の帽子、三つ葉、その後ろ、これに続くのが当選春風、その隣にアルタイル、すぐ隣に名将アイアン、最後方にサウンドトゥルー。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。足毛の馬体、親子高、依然として先頭。さあ先頭は依然として2番親子高、アンサンブルライフ、先頭に襲いかかってきました。ポッドガイ、そろそろ前に行かないと。いい位置、
果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。最後の追い比べ、先頭は BM アミューズ。1馬身から2馬身引き離す。大丈夫じゃないかな。一気に後続が襲いかかってきた。大外から一気に三つ葉、2番手はサウンドトゥルー。がほぼ同時に突っ込んできました。 BM アミューズ、サウンドトゥルー、わずかに BM アミューズ体勢有利。ふぅ、これでだんだん埋まっていってるぞ。未勝利重賞が埋まっていってるぞ。ああよかった、勝った。ウィーン、よかったですよ。ああ疲れがね、そりゃ疲れもありますよね。はい、そしてマリーンカップです。まあ2番人気と4番人気か。船橋、グリッケもでも前だろうな。どうしても前の競馬だろうな。お願いします、勝たせてください。こちら船橋競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。 BM グリック好スタート、リンダリンダ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく BM グリック行きました。続いて前へ行くのはリンダリンダ。それでは先頭からアップトゥーユー、先手を取りました。ゴーフューチャー、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。好位置をキープしています。 BM グリック少し離れてララベル続いています。すぐ後ろにリンダリンダ、その隣にモダンウーマン、BM シップすぐ後ろ、その外に高校ビーナス、内からはピンクドッグウッド、その外からリアマルコ、フラトイトイトイ上がっていきました。これに続くのがジュエルクイーン、すぐ後ろにタイニーダンサー、しんがりからディーズアライズ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。よしよし、いいぞ。 BM グリック早くも先頭、 BM シップほとんど差がありません。リンダリンダ3番手。さあ BM グリック、さあそのまま突き放せ。短い直線に入って、後続は届くかどうか。さあ先頭に立ったのは BM シップ、リードは1馬身から2馬身。クラトイトイトイ2番手、手応えはどうか。いけるいけるいける。よし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 、BM シップ1着、2着はクラトイトイトイ、勝ったのは BM シップ。 BMグリック完敗です。着外に沈みました。いい、どっちか勝てばいいんだから。まあ今はちょっと無理なローテも組んでるし。よしよしよし、オッケー。埋まってきた埋まってきた、いいぞ。そして今週大阪杯があります。勝った馬が春子馬三冠にチャレンジができるというところ。まあ本当は一等星に勝ってほしいんだけど、まあ一等星が天皇賞春取れる確率が一番高いんで、まあしかしテネラニでしょうね、この距離だったらな。テネラニ距離適正ないけど、勝ったら天皇賞春出走させよう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ビレンヌグリーン先頭、後続馬も足を伸ばしてきました。あと 200m、 ビレンヌテメラニ先頭だ。2番手はマカヒキ、ビレンヌテメラニこの馬で決まりか。ビレンヌテメラニ1着、ビレンヌテメラニ1着、2着はマカヒキ、これが最強女王だ。ビレンヌテメラニ、そうテメラニは1800と2000に関してはもう敵がいない感じ。まあ天皇賞春どうすかな。でも一等星が出てくるんであれば一等星の方が俄然有利なわけだからな。テネラに海外に行くんだったら海外でもいいかな。はい、天皇賞春です。テネラニは回避しました。PN コーストが1番人気か。で、北サンブラックが2番人気。
一等星がちょっと落ち着いた人気になってしまいましたね。そうなっちゃうとどうしよっかな。ソリストは大逃げしよう。さあ直線に入りました。これからの勝負。さあここから先頭、後続との差はほとんどない。内から接近、ゴールドアクター。いいぞ。残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。あーでも来た来た来た。BM コースと食らいつく BM アンテレス、並んでゴールイン。1,2 着争いは接戦になりました。大激戦のゴール前、これは写真判定です。すごいなんか勝負根性むき出しのレースになった。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。どっちだろうな、外かな。あー微妙だね。でも外っぽいような気がするな。あー内だ内。アンタレス、おお、アンタレスが、これはなんとびっくり、EN アンタレス、そうかアンタレス、ほほほ、5番人気ね、うん、まあよく頑張ってくれました。宝塚記念までね、少し時間があったというか期間が空いたんで、手根田に海外に出走させます。まあいい勝負してくれれば。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。バッフドジェネレーション先頭、しかし後続との差が縮まってきました。勝ち負けはできるな。残り 200m を通過して、外が速い、抜けた、ビレンヌテメラニかわす、大丈夫だ、よし、ビレンヌテメラニ1着、2着にはどうやらユビンシベロ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ビレンヌテメラニ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。そう、ギリギリアメリカの芝はあったんだよね。よし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 、オッケー。お、どうも田中さん、例のクラブ牧場設立の件考えてくださいましたか。いや、もう立てましょうよ。説明は大丈夫です。具体的な話をしますと、まあ20億円で建てられますよと。うん。いや、もう建てましょう、建てましょう。お、年内には完成できる。これは楽しみですね。楽しみが広がりますね。宝塚記念ですね。結構メンバーが揃ってる感じはしますね。クラブ馬が3頭ぐらい出てるんじゃないかな。北サンブラックですら7番人気だもんね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。北サンブラック先頭、残り 200m を通過して、一気に後続がやってきた。ビレンヌコースと必死に追いすがります。ビレンヌテメラミ、いやー強い。ビレンヌテメラミ1着、2着にはどうやら BMW、 これが最強女王の実力だ。ビレンヌテメラミ、テメラミは確かに1800、2000はもう最強だね。最強に強いね。G1 3連勝か。足毛のアイドルホース、はい。今年の競りは、ちょっと小粒ですね。悩むな。なんか買って帰りたい気もするんだけど、特にこれといった決め手がないな。アルジャンナ買いますか。
3億5000。うわー結構ついたな。6億か。うん、まあこの一等ぐらいでしたね。はい、一等生がカドラン賞ロンシャン芝 4000m に出ます。一等生距離適正が3700まであるんで、まあもしかしたらっていうのは思ってるんですけど、まあ勝てるかどうかわからないんですが、どういうなんだろうなレース順路なのかわからないので、ちょっと見たいので、これはちょっとフルで見ます。 4000m ってことは勝ち時計3分55とかそういうことなんでしょうかね。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。なるほどね、あそこからスタートして一周してくんのか。やはり予想通り花に立ったのはデビルインフィニティ、続いて一等優勢、さらにはプリンスオブペンザンス、10番ハートネル、その後ろ、ここでショートトラックのコーナーにかかります。その隣にオールドウィルダーネス、その外にアルバニークーリー、アルマンダン、そのうちに続いています。黄色の帽子ヨハネスフェルメール、その後ろ、その外からトリップトゥーパリス、内からはヘドニストエクセル、その外にビューティパステル、並んで古豪コテージプラント、その横にシスターボール、すぐ後ろにスライトリーフォーマルハウト、並んで13番エアアトム、最後方にハリウッドダブルス、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から G13 勝一等優勢、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、その後ろからはプリンスオブペンザンス、並んで6番デビルインフィニティ、そして大きく離れてボールドウィルダーネス、この位置です。その外にトリップトゥーパリス、並んで11番アルバニークーリー、すぐ隣にハートネル、内からはアルマンダン、その外にヨハネスフェルメール、並んで3番ヘドニストエクセル、その外にビューティパステル、内からはスライトリーフォーマルハウト、並んで5番シスターボール、エアアトム、この馬もこのグループ、その横にコテージプラント、しんがりからハリウッドダブルス、前の方からもう一度、依然として先頭は7番一等優勢、そして一番内側のコーナー回ってくるんでしょうね。さすがに先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。デビルインフィニティ、すぐ後ろ斜めのところ入ってきた、トリップトゥーパリス、すぐ後ろにアルバニークーリー、内からはオールドウィルダーネス、並んでフランスダービーバーハートネル、その横にアルマンダン、その外にビューティパステル、内からはヨハネスフェルメール、これはタフなレースだね。シスターボール、その横に大外回るんだ、その外にコテージプラント、各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。内からはスライトリーフォーマルハウト、並んで13番エアアトム、しんがりからハリウッドダブルス、もう一度先頭に戻りましょう。依然としてこれはタフな競馬だね。この馬がペースを作っています。リードは1馬身から2馬身、プリンスオブペンザンス、それに続いています。すぐ後ろにデビルインフィニティ、そして大きく離れてトリップトゥーパリス、この位置です。先頭は依然として一等優勢、プリンスオブペンザンス、先頭に襲いかかってきました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。伊藤優勢先頭、後続との差はほとんどない。プリンスオブペンザンス追いすがる。勝ってくれるとすげえ嬉しいけど、ちょっと後ろが速い。いっぱいになったアルマンダン、まあしょうがないわな。通過してここで先頭変わってトリップトゥーパリス、2番手はアルマンダン。でも3着か。後続は離れました。トリップトゥーパリス先頭だ。トリップトゥーパリス、トリップトゥーパリス、1着2着はアルマンダン、勝ったのはトリップトゥーパリス、見事な勝利です。距離適正無視して来年4頭出しとかして大逃げ全員でやろうかな。なんかそんな気もしてきた。あー、しかも勝ち時計見れないのか。ちょっと長かったでしょうね。惜しかったね、なんかね。はい、兵庫ジュニアグランプリ、これも未勝利重賞ですね。見ていきましょう。差しのままでも大丈夫だと思ってる。こちら園田競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。ウッドマングリーフ。これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。5番ウッドマングリーフ行きました。これに続くのがフライフラッタリー、山のファイト、そのうちに続いています。その後ろにレリナレターズ、その後ろにシルキースピン、ピンクの帽子ブレイブアップル、その後ろ内からはイベリアフォルム、その隣にハッピーグリーン、BM フェーム、最高峰。ここからどういう競馬を見せるでしょうか。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度、5番ウッドマンリース。いや上がってちゃ大丈夫だな。これは先頭が変わりました。シルキースピンまだ粘っています。大丈夫じゃないかな。ウッドマンリース、ほとんど差がありません、うん、大外から緑の帽子 BM フェーム伸びてきた。後続も追い上げていきます。さあ先頭は BM フェーム、短い直線に入って、このカメラアングル好きなんだよな。なんか馬が横に走ってる感じもよく分かって、このまま踏ん張り切れるでしょうか。あ、やばい、刺される。残り100メートル、頑張って頑張って、よし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 、いいいい、ナイス。ハッピーブリン勝ったのはビレンヌフェーム。今年もだいぶ未勝利重賞潰したぞ。助かるわ、助かるぜ。おお、大飛び取ったかな、これは。距離適正、あ、違う、なんでもなかった。なんでもなかったね。距離適正でもなかったしね。何、特性、ただの特性。うん、でまあジャパンカップとかもあるんだけど、なんだろうな、言っちゃ悪いけど、なんかもう国内 G1 とかね、そんな興味持てなくなっちゃったんだよな。さあいよいよ直線の攻防、北三ブラック先頭、2馬身から3馬身引き離す。リアファル2番手、手応えはどうか。おー、北三だ。やはり北三ブラック先頭だ。あと 200m、 北三ブラック2番手にクラブバ、後ろはどうか。一気に違った。コースと、あー、刺した。ビレンヌコースと1着、2着にはどうやら北三ブラック、これが2冠馬だ。ビレンヌコースと、おお、コースと、多分史実馬ですね。やったー。うん、はい、香港カップにテネラリが出ます。うん、まあ芝適正さえ合えば負けることはないでしょうね。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここから日本と世界意地のぶつかり合いだ。ネオリアリズム先頭、きたきたきた、後続の手応えもいい。残り 200m を通過して、一気に後続が襲いかかってきた。ビレンヌテネラニ、いけるいける、よし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 、ビレンヌテネラニ1着、2着にはどうやらネオリアリズム、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ビレンヌテネラニ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。まあ、香港カップ勝つっていうのは結構箔がつくよね。よし。お、ライバル熟練者。ライバル熟練者は、ライバル対決で、50勝かな？多分。そうじゃ、50勝じゃなかったかな？違ったかな？はい、じゃあ全日本2歳優秀もついでに見ましょうか。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ハッピーブリン先頭、ちょっと厳しいか。差がなく続く。サザンビグラス追いすがる。ちょっと厳しいな、これは。サザンビグラス食らいつく。ハッピーブリン、ハッピーブリン1着、2着にはどうやらサザンビグラス。まあでもフェイムはな、未勝利地方重賞結構頑張って取ってもらったからな。うん、疲れかな、そういうわけでもないか。はい、有馬記念ですね。リスグラッシュが一番人気。まあこの結果だったらそりゃそうだわな。まあこっちの陣営はあんまりメインどころは出てないので、一等星が多分これラストランになるかなというところですが、
4コーナーをカーブして、さあこれからです。レイデオロ先頭、レイデオロか、後続はまだ後ろ、レイデオロも強いんだよ。フィーレンズボルテージ、レイデオロこの馬で決まりか。レイデオロ圧勝じゃん。レイデオロ圧勝、ゴールイン。レイデオロ1着、2着はフィーレンズボルテージ、これが2冠馬の実力だ。レイデオロ、うん、ようやった、ようやった。強い7馬身。キングカメハメハの子か。はっはっは。よし、これで終わったね、今年もレース。お、クラブ牧場完成でしょうね。クラブ牧場のなんだろうな、何を言おうと思ったのか忘れちゃったな。名前入れよ。はい、ウォームファームですね。ウォームファームにします。牧場長やっぱ変えようかな。まあ彼でいいかなって思ったけど、思ったより暑苦しいな。なんか爽やかな、爽やかな感じ。いや、牧野さん、牧野さんでいいと思うけど、他の子たちを育てた方がいいのかな。なんか関係あんのかな。まあ、あるようなないような感じ。桃子にしましょう、じゃあ。はーい。ウォームファーム介入はできたんだっけかな。できなかったような。あー、拡張はできんのか。なるほど。はい、クラブ牧場設立。はい、所有馬の引退、1,2,3,4,5,6,7,8,9 頭引退させます。一等星意外と勝ってなかった。 G1 3勝、オレンジは G1 2勝と、うん、頑張ってくれました。はい、所有馬の入居なんですけど、なんかもういいかなって思ったんで、史実馬3頭も自前で持つことにしてみました。まあもうそろそろ史実馬出なくなってくるので、まあそうなったら完全自家生産だよね、牧場とクラブでね。あ、売却になってるってことは一つミスったんだな。クラブに売ってない、これは失敗した。はい、で1億円投資して、で年が明ける、開けた。まあ、京都金牌はまだ取ってないので、ちょっとね、実力馬揃えたって感じだね。ん？ああ、いや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 、まあ、クラブなんか始まったばっかりなんだから、まだいいよ。クラブ牧場始まったばっかりですからね。はい。ってことは、牧場、ああ、そういうことか。はいはい、まあこれはしっかり投資して、種牡馬掲揚施設とあと厩舎かな、ひとまずはね。ああ、同じレベルまで多分上げられますね。
この感じだと。うん。あ、でもあれか。クラブはクラブの資金で、これ、上げていかないとダメなのか、もしかして。ちょっとやってみよう。多分そうでしょう。ああ、やっぱそうか。だったら、史実はクラブに回せばよかったな。そうかそうか、そういうことですね。まあちょっとずつだね、じゃあね、クラブの牧場に関してはね。まあ振り返りなんですが、とりあえず未勝利住所あと5つで、まあ多分京都金牌も取れるでしょう。まあ CBC 賞も、まあ、いずれ取れるでしょう。まあそうっすね、小倉にサイステークスとか、あの兵庫多分チャンピオンシップだと思うんだけど、兵庫 CS あたりがちょっとどうかなっていうのはある。でもいずれ埋まるんじゃないかなと思います。そしてなんとなくなんだけど、国内 G1 とか国内レース見てもなんかそんなに燃えなくなってきたので、まあ、海外重賞、海外 G1 中心にして、ですね、どうしようかなって思ってんだけど、まあ、今後は、配合とかで、馬場適性がね、こう、あると思うんですけど、まあ、メリュジョーヌはヨーロッパとアメリカ20丸丸ついてたりしますが、で、ユリちゃんはもう日本、みたいなね、感じで、ついてるんで、配合の時にですね、この馬場適性を海外重視にして、ちょっと調整してみようかなと思います。まあ、ヨーロッパかアメリカどっちかに寄せるような感じで、配合していって、まあ徐々に海外で勝てる馬を作っていこうかなと。もうなんか日本で勝てなくてもいいかなっていう、最悪そういう気持ちにもなってるんで、そういう感じの配合の仕方をしていこうかな。まああとは、まあ品系とか、品系図とかね、なんかいろいろありますけど、まあここどこだっけ、ファーストアクトとかね、ファーストアクト系なんか特にうちの PN 勢がガリッガリに名前載ってるんで、こういうのでまあ PN 勢をね、勢力として拡大していきたいですよね。まあ、タームズとか、べっぴんさんなんか、品系として認められそうな展開にはなってるからね、ユータって。とか、あと、メローフルーツ系だっけ？うちは。あ、ヘレンサーフ、絶滅危機。まあ、これは介入してないのでね、絶滅しちゃったらもうしょうがないよね。あ、経過年数とかも出んだ。メローフルーツ系も、まあ、メリュジョーヌから出てますんで、こういう脈々とした血統作りをしてもいいのかもしれない。評価 A。評価 A とかあるんだね、ちゃんとね。100年続いてるね。とか、サイヤーライン。まあ、サイヤーラインは、後々というか、まあできたらいいよねって話だね。この辺はね。なんで、まあ海外に勝てるようの馬を作ることをモチベーションにして、ちょっとやってみて、まあもうモチベーション無理だなーって思ったら、まあそれはその時ですよね、という感じかな。オンライン報酬もらえるのかな？オンラインはね、ちょくちょく、なんだろうな、参加させてるんだけど、
勝ち負けまで行ったの1回ぐらいだったね。はい、500位以内にランクインした馬いませんでした。頑張りましょう。週間ランキングで642。はい、これからもオンライン対戦頑張ってくださいね。オンラインとかね、なんだろうな、今ね5336位なんで、オンラインみたいにこう終わりのない戦いってあんまり好きではないので、でまあ実際動いてる人が今今週で369位ってことは、まあ1000人いるかいないかっていうところでしょうね。で競走馬ランキングでも、まあ風の旅人で今ね一番調子がいい子で6000位だからね。今週はテネラにね、先週は旅人、あれね、旅人先週なんだ。まあそんな感じで、おっとっと、そんな感じで、まあ次回以降は海外と、そう、海外と、海外のレースと、海外向けの配合。だから配合がビタッと合うような子が出てくるのが、3年後だね、2021年。あとクラブを、まあ徐々に大きくしてという感じですかね。はい、という感じでございました。この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。それでは。